ガチガチガタガタしない、はい、誰一番は、はい、佐川さん、いやいいよ、前の人から持ってきな、はい、持っていいんだよね。こういうふうに同じように線引きを使って書くこと、いいですか。はい、よし、はい、線引き書いてあげるから、こんにちは、いいか、こういうふうに線引きを使って同じようにこっちと同じようにこちらで書くんですよ、はい、そうして書いてください。はい、これいらない、じゃあ大きいやつあるからいらない、じゃあいいよ、じゃあこれ、皆さん座ってね、紙取りに来てよ、線引きを使ってこういうふうに書いてください、はい、そう、自分の持ってる人は自分の使えばいい、いいか、森田君もこういうふうに線引きを使ってこういうふうに書いてください。はい、持ってた、持ってる、じゃあいいよ、できた人は持ってきてください。こんにちは、前に座ってよ、ない人は先生貸してあげるから、おいで、いいよ、 こっちと同じように線引きを使ってこういうふうに書いてください、いいですか。分かってる、はい、はい、じゃあやってくださいよ、おいで、線引きを使ってこういうふうに同じように書いてください、いいですか。はい、ある、じゃあいいよ、そうですか、最初に書いてるのは皆さん真四角という形です、知ってますか。線引き使って書くんだぞ。福山さん、カバン横をかけとけ。2番目が長四角、知ってるか。知ってる、うん、四角が長いことを言うな、そうだな、その次は大きな長四角だよ、できた人は持ってきてください、もう少し難しい形になります、さあどうかな、いいね、よし、じゃあ今度は四角形、いろんな四角形、五角形、いいですね、はい、上手ですね、全部合ってますね、 OK、 ところどころこれ線引き使ってないとあるけど、これ気をつけような、今日はね、線引きをねちゃんと使ってほしい、いい、うん、今度はこれと同じように四角形と五角形を描いてみてください。できた、簡単にできる、そうですか、素晴らしいですね、あ、あ、これ線引き使ってませんよ、ここも線引き使ってないぞ、使ったよ、本当よ、これボヨヨン線になってるよ、付け方がしないぞ、やらない人はやらない。いいな。よし、じゃあ今度四角形と五角形を描いてきてください。これ間違えた。
どれ？いいよ、これすごく綺麗だよ。まあこういうのはね、いいの、気がついたんだから。気がついたってことはもう間違ってないってことね。そうでしょ。はい、今度は四角形と五角形を描いていってください。綺麗ですね、素晴らしい。今度は四角形と五角形を描いてきてください。はい、おお、綺麗ですね。まあいいでしょう。よし、線引きもきちんと使ってあります。素晴らしい。今度は四角形と五角形を描いてきてください。二枚目は難しいですよ。おお、早いですね。素晴らしいね。全部合ってますね。じゃあ今度はこれだよ。今度はね、いい？これとね、同じように、同じ大きさで描いてほしい。測って描くんだよ。大変だよ。じゃあやってみてごらん。これはいいのかな。いいか。OK。じゃあ森田君ね、今度はね、これと同じ大きさで同じ形を描いてきてほしい。測って描くんだぞ。よし。OK。これいいね。OK。今度は四角形と五角形を描いてきてください。そう、いいよ、少しぐらいいいんだよ、練習だもんで。これは素敵ですね。ピンポン、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 見事。今度はこの大きさでこの形を長さを測って描いてください。いいですか。ちゃんと測って描いてよ。これはちょっと大きいんじゃないかな。ここまでだな。これも大きくないか。ここだもんで。ちょっと見間違えたな。これは、斜めこっち来なくちゃいけないんだな。これは合ってる。よし。美味しかったね。今度はこれと同じ大きさの、同じ大きさ。